写真拡大。いよいよ5日から新人ジョッキーがデビュー。同日に阪神で騎乗する角田大川騎手、18、栗東石橋は、騎手時代に G1.1 レー賞を挙げた角田光一調教師、51、栗東の次男で、大和騎手、20、栗東、角田を兄に持つ。そんな期待のサラブレッドが、デビュー週からいきなり初勝利を挙げるか注目だ。また、今村聖奈騎手、18、栗東、寺島は現役4人目の女性騎手。有力馬が多数集まっているだけに、スタートダッシュを決めたいところだ。憧れ続けた舞台を前に、緊張の様子は微塵もない。角田大河の言葉は力強かった。いずれは G1 の舞台に常に立っていられるようなジョッキーになりたい。そんな理想の騎手像。重ね合わせるのは、もちろん父、光一氏の姿だ。生で見たことはないです。でも映像で見て、かっこいいと思いました。父が騎士ミラクルで天皇賞、春と宝塚記念を制した3年は、大河が生まれた年。このことが騎手を志す強いきっかけとなった。兄の存在も刺激になっている。21年デビューした2歳上の大和は、初年度に20勝をマークした。競馬のことをいろいろと教えてもらっている。でも、兄貴を追い越すつもりで行きたいと感謝しつつ、しっかりとライバル視。僕の方が、お父さんに性格が似ていると言われると、父譲りの勝負人気質を受け継いだ自負もある。初陣を迎える我が子に、角田氏は石橋先生に任せていると成長を思うからこそ、あえて干渉しない方針。今後息子2人の共演が増えていくことには楽しみなのかな。競馬が3倍ぐらい疲れると親心も覗かせた。土日合わせて8倉騎乗と初勝利のチャンスは十分だ。特に土曜阪神に R の名将トールは持久者の馬で 5.4 着と堅実な走りが光る。調教でも自らまたがり、ゲートでもたもたしますが、前走を見ると前で競馬ができていた。その流れに乗りたいと予習はバッチリ。焦ってもダメですが、まずは1勝をあげたい。偉大な父、そして前を走る兄を追いかけ、夢への一歩目を踏み出す。